藤木清隆くんでございます。藤木清隆です。よろしくお願いします。ステージに書いてある確かに。え、俺大丈夫と思って。ステージ役ってなんか変な格好させられるのかな、はい。ターチャンネル。まあウルトラの話だからウルトラ戻しますけども、はいはい、すぐね金とアーチ行っちゃうんですけど、銀河とビクトリー合体するやん。します、ね、その話聞いたらどうだった。いやーでもなんか2人でやってると結構あながち合体しがちかなと思ってたんで。あ、すぐかなーってなったんや。どちらか言ったらビジュアルの方が気になってて。ああそういうことか。めちゃくちゃかっこよくて、僕実際銀河ビクトリーが一番好きなんですよ。あ、ビクトリー超え。もちろんそれも好きなんですけど、デザインでトータルで見るとビクトリーってもうちょっとウルトラマンの枠に収まらないぐらいのデザインじゃないですか。あれは、まあ、ここら辺はウルトラマンやけど、はい、ここら辺はちょっとなんかね、ここら辺だってウルトラマン。もうウルトラマンじゃないですか。なんかコップみたいな、なんかそうそうそう、四角四角いのよ、はい。銀河ビクトリーになると急にやっぱこうウルトラマンのところに銀河とこう、ね、ビクトリーがいい感じに混じってるのね、はい。カラーリングがそもそも僕ビクトリーも好きですし、うん、それになんかプラスこうウルトラマンのエッセンスが銀河に加えられて、なんかスタッツとかついてるんです。スタッツみたいなやつです、ね、はい、とかまあ肩になんか牙みたいなやつとかし、俺それ映画見に行ってさ、息子に買わされたんや。変身アイテム変身アイテムのところにいろんなウルトラマンがいるの。そうなんですよ。あれウルトラマンの必殺技を使えるよ。はい、使えるよ。コスモスいたんだけど、はい、俺の技使えるの。使えます。そマジ、はい。基本大体のウルトラマンに銀河なれるんですよね。すごいよ、はい、なりがちですね、最近。お借りするのは多いけど、そのウルトラマンになるっていうのはなかなかない。なかなかそうですね、はい。だから合体することによって、だからビクトリーも一緒にこうやってコスモスさんみたいな感じで使える、はい。そうですね、銀河ビクトリーとして使える。僕はでもどちらかといったら怪獣です。ビクトリーで言ったら。そうだ、はい。怪獣の力を使える。はい、そこはちょっと銀河と違う。そう、手が尻尾になるよな。そうなんですよ。あれ、大丈夫だ。あれ新しいですよ。新しい。ウルトラマンなのに怪獣の尻尾を生えてこうやって使ってそうなんですよ。レッドキングとか一番僕結構気に入ってます。そう、手がバコーンって手が回ってる。あれ面白いね。面白いですね。あ、尻尾はエレキン。エレキン。そうだそうだそうだ、はい。他のウルトラマンなかなかないんちゃう。そうですね、初めてじゃないですかね、ビクトリーが。どの怪獣使える。怪獣、レッドキング、エレキング、キングジョー。キングジョーってロボットやん。そうです。どうやって、あれなんかも銃になるんですよ。あー、そっか。結構なる、はい。あとまあそのシェパードンっていう僕の相方の怪獣が可愛いのいたんですけど、まあ、それも結局その力として使える。シェパードンって人形にもなってるよね。なってます、ね、はい。シェパードンってどんな能力があったの。シェパードンは、まあ、シェパードンセイバーっていう剣になる。シェパードンの剣。シェパードンの剣だ、はい。ウルトラマン光の力借りて変わったのがウルトラマンビクトリーナイトですね。ビクトリーナイト、はい、名前かっこいいな。かっこいいですね。なんで急にそんな怪獣とかウルトラマンの力を借りてるの。指定だから、まあ、基本的に設定も多分違って、うん、今までと一新して、まあ、怪獣とのなんか愛情とかも結構描いてたりしてたので、ストーリーにただただ悪いものだけ、悪いだけじゃないよっていう。なんでウルトラマン光やったの。そこに関してはマジで分かんないです。マジで分かんないです。ただブルーはかっこよかったですね。まあ、ブルーで言ったらコスモスのブルー。そうですよね。あ、でも映画版で使っちゃってるからな。 あとは青は、あ、でもアグルとかも。あ、でもアグルも出てたよね。アグルも出てますね。重要してる、ね、出てます。でもウルトラマン何代目だっけ。39代目。39代目か。そっから今ねニュージェネレーションいっぱい出てるけど増えてますね。ニュージェネレーションの作品はどのぐらい出た。ニュージェネは、X X 高橋、はい、はい、高橋君です。次はタイガーになりますね。僕らが実際こう映像として声とかはいろいろ参加させてもらったりしてるんですけど、でもその後輩の作品に出るっていうのはどんな気持ちなの。後輩、そうですね、また身が引き締まるというか、うん、こう年を重ねてまたやってそれこそ声だったりも多分変わっているでしょうし、でも声かかるとちょっと嬉しい。嬉しいですね、うん、やっぱりそれこそイベントとかは特に僕結構嬉しい。イベントは銀河とビクトリー2人で回った。単体回った。単体、いや2人でしたね基本的に。楽しい。はい、楽しかったです。ネギネギと一緒にどこの遊園地行った。遊園地平方パーク。平パー、俺の地元や。そうですよ、俺行ったことないそこで。ヒーローショー。あ、本当ですか、うん、遊園地結構少なかったっすね。僕平パーぐらいだったんですよ。本当ですか。結構僕らの会は遠征というかイベントなかったっすね。少なかったっすね。あとアリオとか
あそういうスーパー系が多かった。ショッピングモールのヒーローステージみたいな、はい、結構多かったです。大阪本当に1ヶ月毎週末行ってた。だから大阪にウルトラマンのショップがあるんだよね。あります、ね、そこでコラボして俺らの時なんかめっちゃ多かったよ。そうですよ、東武動物公園、新潟の方、はいはい、あと熊本のウルトラマンランド、奈良ドリームランド、あ、はいはい、宝塚ファミリーランド、結構遊園地を転々とした相模湖ピクニックランド、はいはいはい、僕らそこ撮影してました。あ、マジでイベントはやってんの。イベントないのですね、まあ、それで言うと僕らあれですね、石川行きました、ね、あ富山の109あるところやな、はい、ウルトラマンスタジアムか、うん、そこは僕単体で行きましたね。ネギになったんです。じゃあ真ん前で子供たちの声聞いた。はい、聞きました。どう。いやたまらないですね。たまらないのね、はい、まあそれこそウルトラマン関係ないけど子供すごい好きで、まあ、自分が兄弟多かった。何人兄弟。僕4人兄弟です。あ、いや、うちの子と同じ家族。あ、そうです、うん、まあ長男、弟妹を可愛がってきた。そうです、この延長線上に、ビクトリー頑張れみたいな。そうですね、で一番下が13個僕が離れてて、おお、それこそ銀河の撮影にも一回連れてったことがあって、当時まだ保育園の延長とかですね。めちゃめちゃ嬉しいやん、お兄ちゃんがウルトラマンみたいな、めっちゃ自慢やな。そうなんで、写真撮っていただいたりとか、めちゃくちゃ喜んでくれました。もう自慢のお兄ちゃんやな。子供たちにさ、真ん前のこの声援聞いたらさ、自分の気持ちも引き締まらない。引き締まります、一新しますね、気持ちが。そうだね、テレビのオンエアで見る自分とは違ったさ。そうです、ね、世間の子供たちはこういう風に見てくれてるんだよ、こんなに頑張って応援してくれるんだよ、そういうやっぱ子供たちのダイレクトな声で、ね、まあ、届くと嬉しいな、ね、めちゃくちゃ嬉しいですね。一人ずつなんか遊びたいね。保育園の先生向いてそうね。うん、それこそ妹の保育園が迎えに行ったりしたんで。あ、そうなんや。わりかし僕はステージ降り立ちでしたね、イベントの時とか。あ、結構降りてた。わーって言っちゃったりとか。結構 SNS で全然ちゃうやんみたいな。ショーは意外とおまかしてるやんみたいな。役柄のイメージってやっぱあるよね。ありますね。イベントはもうめちゃくちゃ崩してました。プライベートも結構クール系っちゃクール系よりやん。まあそうですね、わりかし寄せてんの。寄せてないですけどね、なんかそれこそこういう業界だと先輩の方とか上下関係とか、僕なんか野球とかやってたんで。あ、体育会系ってこと。はい、どう、ウルトラの体育会系は。ウルトラは体育会系ほぼないですね。あの、すごいありがたいことに。ただね、はい、俺の先輩方と会っても、おーって言ってくれるから、あ、どうもみたいな、はい、フレンドリーなんですよ、そうなんです、ウルトラの血脈って。ウルトラマンやってる同士って結構心を許しやすいというか、俺もお邪魔した時に作品ね、はい、すぐ話せたしね。時にもありがたかったです。ここもね、ウルトラマンガイアの店ですし。はい。どうしようかと。いつもありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとやってるみたいな。いや、そうなんですよ。なんかガイアとみんなつながり。フットサルを返して、ワイワイやってます。それは公表してんの？公表してないですね。してないんだ。はい、プライベートかも。めちゃくちゃプライベート。それ YouTube 流してほしい。特撮が集まってるフットサルチームがあるんですよ。メンバー誰？メンバーは、まあ、ウルトラでいうと僕とネギと、うん、あと吉岡武さんと青柳高也。あ、高也もいるな。ジャグラシジャグラね。あと、あいつどこでも入っとんな。確かによく出てますね。うん、あとは七瀬こう、タイガとか。タイガ出てるじゃん。あとはウルトラは、あとメリオさんっていう。オーブで出てるから。あと特撮戦隊系とか。特撮戦隊系もいますね。ライダー系やってた方とか、代わり番号にいるから10人ぐらい多分いるんですよ。マジで。はい、あと招待中に永遠といるのが高野八生君。八生さん、八生君やってへんねや。やってないですね。八生君はでも結構動けるイメージあるけどね。あ、本当ですか。最近それこそたけしさんのツイッターでアクション練習してる。あ、そう。高野八生君とウルトラマンアグリやってる先輩がいるんですけども、八生君が映画撮るんですよ。ヒーローズっていう特撮関係を集めた映画をやってて、はい、僕らも出るんですよ。出ますね。何の役か全然知らないけど。聞いてる？いや、僕もざっくりあの台本いただいてるんであれなんですけど。マジ読んだ？いや、まだ決定校じゃなかったんで、まだ読めてないですけど、まずはゆっくりさーって読んでます。主演が吉岡武くんで、ネギネギも出るしね。大集合です、ね、大集合だから、この特撮の話、今日対談ですけども、ヒーローズ関係で、ライダーも、スガッチとか出るでしょ。あ、出ます。勇気、はい、松坂も出るでしょ。松
つんが出るから壮大な複雑な話が出るんで、いや本当にまたそんな話もしていきたいよね。そうですね、特撮ってこうやってみんな集まった時に共通点が多いから、うん、いやものすごいエネルギーになるというか、ね、でも俺今回参加してるんですけど、参加してない噂のそんなパーティーがあるの聞いてない。森塚浩二さんも、はい、バーベキュー、バーベキューコロナの前に毎年夏でやらせていただいて、ウルトラセブンの森塚浩二さんが主催しているバーベキューに頑張って、あの森塚さん主催ではないんですけど、主催じゃない、主催ではないんですけど、あのどちらかといったらその作品館周りの制作で、制作スタッフさんが、はい、主催していただいて、あと岸さんっていう声優さんとかいらっしゃったりとか。何回ぐらいか、僕2回お邪魔させてもらいました、ね、ネギネギもネギは1回も参加してないです、ね、なんで結構呼ばれてないです呼んでるのに来ないです、呼んでるのに来ないです、俺は記憶にない湘南遠くない湘南ちょっと遠い俺も呼ばれたら湘南かとは思うちょっと遠いなとは思う、行きはいいけど帰りがない。そうですね、うん、どうやって帰るの、みんな電車で帰るの。そうですね、バスとか。森津さんがお店でやるのかな。お店で主催するバーベキューの内容気になるんだけど、どんなことやってるの。めちゃくちゃいい肉なんだろうな、用意してくれるな、用意してみんな返信とかするの。変身しますね、結構こうお酒が入って温まってきたら酔っ払った勢いでジョワーッとやってくれて、本日すぐさすがにちょっとやっていただけなかったですけど、僕が参加した回はあ、やってなかったやってなかったですけど、いや、じゃあちょっとビクトリーやってやるみたいな。まあ全然反対しますね。楽しそう。いや、めちゃくちゃ楽しかったですね。でもネギネギが言ってないってことは、はい、誰が言ってんのか。意外とウルトラマンで参加してる人、ケンスケ参加してるかしてないかぐらいですね、X の。じゃあ本当にもう一部でやってる。そうですね、めちゃくちゃ一部で個人前でやってるんで、今度みんな呼んでほしいよね。そうですね、やりたいですね。先輩はだって吉岡君が仲いいじゃん。はい。鶴野君とかも。鶴野さん僕まだお会いしたことがなくて。ないんですよ、あんなウルトラのレジェンドの人。はい一番でも距離合いそうな感じやもん。あ、本当ですか。あるよ、ツブコンでお会いしてるよ。あなた、ツブコンで。あ、ツブコンでね、ご挨拶ぐらい。ご挨拶ぐらいなんで、プライベートだったり。プライベートで会ったことないんか。そうなんですよ、鶴ちゃんとかやったら、こうやったらもう音楽やったらもうすごいことになるんだよね。ギターめちゃくちゃ上手です、ね、うん、でも谷岡君もギターやってるけど、そうです、ね、あの人プロやから、プロフィールにだって俳優歌手って入ってるからさ一緒になってカラオケ行ったら自分の歌も入ってるわけでしょ。ウルトラマン銀河はみんな自分たちで歌う。めちゃくちゃシンプルな、ウルトラマンビクトリーって歌タイトル、タイトルそれやん、はい、めっちゃ楽しいやん、これ。わかります。ビクトリーの歌、じゃ銀河の歌も、あのウルトラマン銀河の歌っていうのがあります。マジか。銀河の歌と銀河の歌2015っていうのがあります。アップデートするんですよ。アップデートされた。アップデート2021じゃないのね。そろそろレコーディングかな。そろそろいやでもいいよね、なんか昔は俺ら歌わせてくれんかったけど。ああでも銀河だけじゃん。なんで歌ってる人めちゃくちゃ多くて、ボイジャー、フィーチャリング、タカミ、フィーチャリング、ウジキヨタカ、ネギしたくやるめっちゃ豪華やん。めちゃくちゃおるやん。でウルトラのロックとかロックフェスみたいなのあったやん。 ありましたね。出た。いや、それはちょっと参考してるんですよ。それはつぶらさんのこと。でも最近やってないもんね。やってないですね。そっか。でもカラオケに自分の歌あるってな。絶対ネギシが入れるんですよ、カラオケに。あ、一緒に行くカラオケ。まあ行ったりもするんですけど。めっちゃ仲いいね。初めライバル関係だった。そうですね。もう年関係ないね。年関係ないですね、今。ネギネギ敬語ちゃうよ。敬語じゃないですけど。ネギシが敬語使う人っているんですかね。太陽君ぐらいじゃないですか。タケシメインも。タケシメインさん。タケシメインさん。タケシメインさん。そんな感じでウルトラは仲良くやってますよ。じゃあね、こんな感じでいろんな思い出をね、語りましたけども、最後に返信をしてもらいたいんですけども、はい、ビクトリー、いけますか。なんかセリフはビクトリー、銀河と一緒ですね。変身アイテムがビクトリーの顔みたいなのね。ちょっとそれやります、ね、あ、お願いします、はい、それではビクトリーの変身まで3秒前。3、2、ビクトリー。おい、コスモス、ありがとうございます。ありがとうございます。パワータイプだったわ今動きが、動きがですか。パワーアップしてる。パワーアップしてます。これからどんどん進化するのを楽しみにします。はい、よろしくお願いします。何チャンネルっていうのかな。キヨネギチャンネル。キヨネギチャンネル、はい、はい、ネギ氏と2人やってるんで、今回ね、僕のチャンネル出てもらいましたけど、はい、僕キヨネギチャンネルも僕出てますので、はい、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。お願いします。それではこの動画がいいなと思った方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。キヨタカ君でした。ありがとうございました。ありがとうございました。